武器も持ってないのに拘束する必要があるか。彼女が無抵抗だったのは分かってるだろ。わしもそう言ったんじゃが。暗黒怪人と言ったって。カーディナル、こんなの。なんだこりゃ。情けねえ。人海のど真ん中で武器一つも。大の大人がガン首揃えて何やってんだ。いいか、外すぞ。ありがとう。いや、こちらこそ非礼を詫びる。早速始めようや。何の用があって人海に来たのか。承知いたしました。改めまして、リクスル・ウルシャスターの名代として参りました。暗黒界は現在十光を襲う肥沃な大地と安定した気候を持つこの場所。そしてキデオはその敵対する土地にやってきた。人海との戦争は我ら暗黒界側の中には大戦の流れを止めようとする者たちがいます。ザレゴと一体どれほどの年月を互いに憎しみ合っているか知らぬ。ああ、デュソルバート様の言う通りだ。今更何を言っている。人海とダークテリトリーの間には血塗られた歴史がある。人海、ここにいる兵士たちの家族すらも命を落としておるのだ。貴様も人海の戦士を死に至らしめた者の一人のはず。どの口が。召喚の母親も人海の戦士に撃たれて死んでいます。それは皆同じ経験をしています。だからこそこれ以上無駄な血を流したくないと思うのはおかしいことでしょうか。ひとたび戦が起きれば踏みにじられるのは力なき民です。幼かった召喚が聖豪騎士殿は人海の子らにそんな思いをさせたいのですか。どうかご一行いただきたい。召喚は、いえ、シャスター様率いる暗黒騎士団は人海側との和平を望んでいます。和平だ。驚いたな。この暗黒騎士の少女は俺たちと同じように誰かを救いたいという気持ちを持っているのか。閣下、この場で信用一つ乱さぬのはお見事ですが。さすが副騎士長殿はお見通しか。ま、今から言うつもりだった。すまんな、みんな。この話は。ベルクーリをせめんでくれ。伏せておけと言いつけたの。身を結ぶかわからんことじゃった。しかし。そうだな。だが、シャスターの連絡では、来るのはリピアという。ま、誰が来るかは問題じゃない。大切なのは、暗黒界の奴らが聖豪騎士団団長である俺と。いいか、お前ら、これはサモン会議じゃないな。和平の使者とも。和平という言葉に、戦争を目前としたこの巧妙に、少なその道は簡単なものではないとベルクーリは言った。聞かされた情報を整理していくとは。まず、ダークテリトリーの権力構造の説明は、10の部族の族長十光が統治者として存在している。剣闘士ギルドの族長イスカーン、オーク族のリルピリン、暗殺者ギルドのフザ、暗黒術師ギルドの DIL、 オーガ族のフルグル、ジャイアント族シグロシグ、そして山ゴブリンのハガシ、平地ゴブリンのクビリ、将校ギルドのレンギル・ギラスコボ、暗黒騎士団シャスター、彼らが十光だ。そのうちの暗黒騎士団と将校ギルドは和平寄りの考えであるという。
この二つの部族は他の八つの部族に人海との和平交渉の会談の席、我らが暗黒騎士団の長であるシャス、残りの族長からは、それが和平会談はどう考えても罠だ。ドロシー・イザヤ、人海の要人を手引きし、ありません。和平を願い、死も覚悟の。ええ、安直に話に乗って出る損失はこの小娘の首で賄えるようなものではない。こちらから使者を出して敵の根城へ向かわせるなど強ですが求めていく召喚が敵地であるこちらに、人海側は同じこと。なんだと、あなたの言う小娘ができ、騎士の称号が飾りというならば仕方がない。召喚がしたように今度はあなた方の番だ。決してたやすくは、人海にも気高き志を持つけ、ぜひ、ま、挑むような彼女の言葉に、こちらから使者を出すことで話が進んだ。人海側は和平使節団を形成し、人員暗くなっちゃったね。話し込むと時間を忘れちゃうよな。夕飯もまだだし。うん、ありがとう。明日の準備もしなきゃね。雨寄りにお別れの挨拶をしないと。キリト君どうしたの？いや、東の大門の方を見ていただけだ。何か悩んでる？言いたくないならそれでもいいけど、一応私は君の恋人なんだし、力になりたいよ。ありがとう、アスナ。あのさ、今まではこっちに守るものがたくさんあったから、当然のように人海側で、俺が知ってるダークテリトリーの住人って、ルーリットの村の山奥でゴブリンに友人を傷つけられた経緯もあって、でもドロシーと出会って。ああ、うん、わかるよ。アンコそうカーディナルさんに聞かされていたけれど、思い描いていたダークテリトリーの暗黒騎士とは違う。俺が見て聞いたものだけが全てじゃない。もっと事態は複雑で、俺この世界が好きだよ。ここにいられる間、みんなの役に立ちたい。でも立っている場所や見て、私キリト君のそういうところ、私も考える。答え合わせができるもん、きっとダークテリトリーに行けばわかること。うん、大丈夫、君のことは私が守るもの。助かるよ。そうだ、
見てってください。また来てください。買えましたか？やあ。あ。はい。へえ。仕方ありませんね。うん。どういうことだ。もう。なんですか。ドロシーが来てから数日、ダークテリトリーとの和平交渉のために人海和平使節団が設立された。ダークテリトリーの会談場所はここ、人海から大きく離れている。旅の道筋はこうだ。東の大門付近からダークテリトリーへ侵入、それから本山ともいえるオブシディア城を目指すことになる。案内人はもちろん、あちら側の使者であるドロシーだ。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。彼女はサライ召喚の召喚のこちらに来る前、残していけば殺
その…まあ、もちろんちゃんと送り届けてやらなきゃな。うん、いい子に…かわいいわ。任せて、頼れるお姉さんたちがいっぱいいるわよ。反対の方はいないのでしょうか。まさか、誰かが守ってあ…はい、な…まあ、俺もキリトって呼んでくれ、ドロシー。行きは…お…ドロシー殿、話中失礼します。はい。そんなに緊張されずとも良いです。恐れ…和平反対派の妨害が果実の追手ということであ…はい。熟考…道中ももしかしたら反…必ず召喚が…いや、ダメだ。え？その話で言うなら、俺たちが…それに死者であるドロシーが死んだらは…確かに、そうですね。結局、死の危険をはらんでるんだけど。根が真面目な人なんですかね。大丈夫だよ、助け合えばなんとかなるな。自慢じゃないですが。だからそんなに。しかし、召喚は。ドロシー、そんなこ。うんうん、うちの女性陣、本当に一人で。お気遣い感謝。キリト、ドロシー殿がついているとはいえ。そうだな、道がどうなっているか。では行きましょうか。あの、あ、
っと。任せろ。それ、よし。こんなところに裏道が。なる。途中。魔獣が多く出没。人界にもいるよ、野生の動物。はい、皆さん、ぶっサライもき、サライは離れないように、召喚は君を守り、はぁ、とってもいい。何かドロシ、え、最初と印象違うからびっくりしちゃった。そんなことは、普段から。本当？作ってない？ありのままで暗黒騎士です。ではご案内します。ねえ、あの子面白いは失礼じゃ、なんだろう、真面目かわいい。ああ、ズバリそれかも。堅物な顔。もうリズったら。そうね。おい、行くぞ。